海の果てと空の終わりが出会い、美しい水平線を織りなし、耳元に鳴り渡る風の音、そして波の音が深い生命力を感じさせる場所、白浜三段壁。太平洋が作り出した高さ約60メートル、幅2キロほどのこの巨大な岩壁は、多くの人たちが訪れる観光名所でありながら、絶望の終わりに命を絶つために訪れる死の場所でもあります。この場所に一つの電話ボックスが静かに佇んでいます。これは1979年に白浜バプテストキリスト教会の恵美太郎牧師が設置し、現在は藤藪陽一牧師によって引き継がれている白浜レスキューネットワーク命の電話です。命を絶つために三段壁を訪れる人々、彼らを救うために設置されたこの命の電話は、39年の間1500名を超える人々を救ってきました。白浜バプテストキリスト教会、この場所から命の電話が始まりました。1999年4月、藤藪牧師は恵美牧師の働きを引き継ぎ、白浜の魂を生かしケアする働きに専念しています。恵美先生は牧師になる前に、進学校を卒業するその年に白浜を訪れていて、三段壁は観光地ですので、そこにまあ行かれた時に、ここで自殺をされる方が多いんだという話を聞いたそうです。その夜、あの信玄の御言葉ですけれども、あの本当にこう父に惹かれゆくものを助けろというその御言葉をこうもらって、あのいずれこう白浜にもし自分が牧師として使わされることがあれば、自分は三段壁で自殺防止の活動をすると、まあ、決めて、そこからまあ何年か経って白浜へ来るわけですけれども、あのその時の思いをあの1979年に実現されたんです。僕自身はもう牧師の仕事イコールあの三段壁の活動も含まれているものだというふうに考えていて、これをやめるっていう選択がなかったんですね。まあ、20年その頃までに続いてきてましたから、やっぱり僕はこれ引き継ぐべきだなっていう覚悟をさせられました。はい。早朝6時、日も昇らないまだ暗い教会に今日も明かりをつけます。白浜レスキューネットワークでは、人生に絶望してやってきた自殺志願者たちを死の淵から救い、生活再建を目指して共同生活を送っています。共同生活者たちは毎朝礼拝堂に集まり、一日を祈りで始めます。皆さんおはようございます。また、藤藪牧師は共同生活の場を提供するだけでなく、彼らの自立を助けるために小さなお弁当屋さん、街中キッチンも運営しています。それぞれの事情を抱いたまま、新しいスタートのために集まった共同生活者と街中キッチンのスタッフたちは、
一日を始める前にいつも共に集まり心を一つにします。いつも一人で背負わなければならなかった人生、その煩わしさと寂しさの中から抜け出し、共に生活し共に希望を持つ共同生活者たち、藤藪牧師は彼らに最も必要なものはイエス・キリストの福音であり、その福音だけが彼らの人生を変化させ回復させることができると信じています。愛する神様、今朝もこうして起こしてくださってありがとうございます。先生、今からどこへ行かれるんですか？町中キッチンと銀行です。町中キッチンというのは、うちがその自立の訓練のためにやってるお弁当お惣菜屋さんです。はい、ありがとうございます。共同生活者の自立を目指してスタッフたちとともに運営される町中キッチン。おはようございます。お疲れ様。新しい人生が始まる小さな空間です。心を込めて材料を準備し、お弁当に入れる具材を作るために忙しく動けて、お弁当の包装を担当する渋谷さんの忙しそうな後ろ姿がどこか活気にあふれて見えます。誰かの一日を大切に扱うかのように温かいご飯を心を込めて包装する渋谷さん。渋谷さんはここではどんな仕事を任されているんですか？ここでやってるのは基本的に箱詰めと、あとあの副菜のカップ詰めですね。いつからされてますか？始めたの、ここ入り始めたのが3月の初めぐらいで、あの最初は結構あの箱詰めミスが多くて、あの中身を間違えてるとか味噌汁が入ってないとかそういうの結構あったんで、今はまあなんとか前よりは少なくなってきました。職場生活をする中で人間関係に困難を覚え、命を絶とうと三段的に来た渋谷さん。そこで彼は命の電話に出会いました。もともと自分結構大学出てから、何年だ、もう8年結構日本中フラフラしてまして、で最後に、滋賀県の会社にいたんですけど、その会社でちょっとごたごたあって、あなんかもういいやとなって、だと時にまあちょうど適当に電車乗ってフラフラしてたら三段目に着いて、でそこで命の電話っていう、あれ多分藤山先生が置いたものみたいなんですけど、それをねちょっと電話して、じゃあここうちで暮らしてちょっと心から先どうするか考えてみようかということでここに来ました。多分飛び降りてたか、もしくは保護されてたか、どっちか、警察のお世話になったかなっていう感じですね。絶望の中で新しい人生を見つけた人々。電話での注文の受付と配達を担当する真鍋さんもそのような人たちの一人です。配達するお弁当の数を念入りに数え車に乗せる真鍋さん。今からホテルに配達へ行きます。一日どれくらい回られていますか？どれくらいですか、どうだろう、30件ぐらいだと思います。はい。
新しく始まった人生、新しく任された仕事、真鍋さんは全ての配達に最善を尽くします。個人宅が多いですね。おじいちゃんおばあちゃんだったりっていうのが多いですね。あと今日はどうだろう、会社にも何件か配達したりしてます。生まれてから30年間、教会というものの存在すらも知らなかった真鍋さんは、白浜共同体を通してイエス・キリストに出会い、その愛を経験しました。だから彼が届けるお弁当には、その愛の温かさが込められているのです。まあ、地元なのでここで僕仕事してたんですけど、まあ、でうちの親がちょっと大阪でちょっともう余命短いってなって、僕は白浜を出て大阪に行って、でまあ父親なんですけど、父親を見送って地元のこっちに帰ってきたんですけど、でまあ帰ってきたら来たで仕事もなくて住むとこもなかったので、でそんな時ですかね、藤原先生に助けてもらったのがきっかけですね、ここに来だした。そしてこの場所でイエス・キリストに出会い、新しい人生を歩み始めた人、藤本さんです。信じていた人に騙されて、財産と家すべてを失い、命を絶つために何度も三段壁を訪れた藤本さん。当時自宅を訪れたヤクルト販売員を通して藤山牧師を紹介され、イエス・キリストの福音を信じるようになりました。藤本さんはここではどんな仕事を担当されてるんですか？野菜切るだけ、私一番簡単な仕事。年寄りだからね、そんなにたくさん多くのことを望まれてもできないから。白浜共同体と街中キッチンを通して、今では小さなアパートを手に入れるほど人生が回復された藤本さん。福音は彼女の人生に少しずつ変化と回復をもたらしました。本当にもう消えてなくなりたいなと思ったのは14年のあの暮れのことですね。友達に騙されたり、まあ衝撃的なことがあったんですよね。金銭面にしてもそうだし、荷物の果てまで全部持ち出されてしまって、生活するのにね、何も残ってないっていうような状況になっちゃって、女の人だったんですけどね、やっぱり口がうまかったんですよね。2回か3回行きましたね。でもたまたまあの観光客の人がおってですね、ダメだったのと、1回はものすごいあの吹きぶりの雨のすごい強く降ってる時で、ちょうどパトカーに行き合ってしまいまして、今からどこ行くのって言うから、いやどこってか家が向こうだからって言ったんですけど、送ってくよって言ってからね、ちょっとあおかしいなと思ったんだろうね。ほんでまあ送って行かれたらつらいなと思ってから、普通にまあ見つかって今日はダメだなと思って帰ってきましたよ。自殺を考えてきた人の共通点というのは、本当にあの人がいないというか孤独です。でそれは自分のせいで孤独になった人もたくさんいます。自分がやってしまったことであの人が、まあ、裏切られたと感じたり、もう相手にできないと捨てられたり、そういう経験をたくさんしている人たちが多いです。
もっと言うと、その前にこう自分が育ってきた環境の中でこうなんていうのかな、本当に愛をたっぷり受けることができなくて、そういう生き方しかできなくなっちゃったという人もたくさんいます。今は三段壁でこう、まあ、死のうと思って悩んでる人たちを僕らだけではなくて警察も行政もみんな一緒になって助けようとしていて、その中で一時的にこう保護する場所がどうしてもどこにもないので、僕らはその部分を担っていて、でとにかくここで1年または2年とこう生活をしていく中で社会にしっかりと戻っていけるように、今度は社会を立て上げていく側に回れるようにですね、まあ休む必要もあるし、もう一回力をつけ直す必要もあるし、いろんな価値観であったりとか、まさに僕らはこう神様を知ってるわけですから、その神様を本当にこう知ってもらえるチャンスをいつも僕らはこう考えていますし、そこで本当にこう生き方が変わる人たちも出てきていますので、でそういうことが本当にしたいなと思って活動しています。絶望の中で人生の終わりと向き合う場所、三段壁。藤阿部牧師は今日もこの場所を訪れます。命の電話の公衆電話のところへ行きたいと思います。1件2件多くても3件、これは電話をかけてこられる方がお金持ってない可能性があって、いつも10円玉とかあとはテレフォンカードを置いてる時もあるんですけど、はい、で僕らが入れるだけじゃなくて本当いろんな方が入れてくださってるので、はい、まあ電話をかけるためのお金ですね。そうですね、ここはもう本当にただもう見た感じで分かる通りですごい観光地なんです、はい、僕らが一番多かったのは、あれ何年かな、2012年か13年ぐらいの5月ですけど、ほぼ毎日 1ヶ月で27人保護しました。年間自殺者数が2万人を超え、1日に60人余りの人々が自ら命を絶っているという日本の現実。お金と人間関係、情緒的な寂しさや孤独により絶望の淵に立たされた人々のために、藤阿部牧師は今日も命の電話の働きを続けていきます。命の電話を管理すること以外にも、多くの魂を生かすためにさまざまな働きをしている藤阿部牧師。特に今日は地域の教育委員会の集まりと児童相談所の方たちとの会議があり、いつもより忙しそうです。今日はこれから2時から白浜町の教育委員会の会議があって、4時から児童相談所の方が来て、ちょっとケース会議というか相談があるんです、うん、はい。児童相談所関係者たちが集まる場所、ここで地域の子どもたちをケアするための真剣な会議が行われています。三段壁に立つ人々の人生の虚しさと欠乏とに向き合う中で、より一層幼い子どもたちに関心を持つようになった藤阿部牧師。情緒が形成されていく年齢、その心に寂しさと傷が満ちないように、最も苦しい中にいる子どもたちを助ける働きに力を注いでいます。でも現代ですね、でも、うん、まだ6年生やから、
なんかアホやなと思うんですけど、うん、俺こんだけでいいんやとか言ってるから余計言われるんですよ、うん、まあ、子供さんの、まあ、お家が少し不安定なので、まあ、今後どのような対応していけばいいかということで、まあ、その相談ですね、はい、あ、地域にとってはもうなくてはならない方ですね。特に、まあ、小中白市白二白中それから保育園、そういった子どもたちが大変お世話になってますので、こちらもさんがおられんっていうのもちょっと考えられないですね。本当にお世話になってます、はい、白浜バプテストキリスト教会で行われている学習支援活動放課後クラブコペル君です。子どもたちの面倒を見て福音で満たしてあげること、それこそが魂のための重要な働きであることを藤阿部牧師は人生の終わりに立った人々の後ろ姿を見ながら悟りました。共に食べ共に笑う、決して一人ではない時間、誰かが自分を深く愛してくれて心からケアされているという事実、それだけで存在の意味に確信が持てる時間、子どもたちはこの時間を通してこれからの人生を生きていく力と勇気を得ることでしょう。その希望のゆえに子どもたちをケアする藤阿部牧師、時には一人の魂を養う牧師として、時には勉強を教える先生として、時には人生のすべてを包み込む温かな父として子どもたちをそばで見守ります。人に教えてもらって、何をされてるんですか？宿題です。もう学校の宿題です、うん、まあ、宿題をして基礎的な学力をつけて、自分がやりたいことが見つかったらちゃんとそこへ向かっていける、まあ、そういう力をつけてやりたいというのが一番大きいと思います。夢を見つけその夢を追い求めて生きる人生、これこそが子どもたちに与えたい贈り物です。学校だったらちょっと厳しいけど、でもコペル君だったらちょっとなんか自分のやりたいこととかできるから、みんなと遊べるのが楽しい。僕らが関わってきた人の問題を考えると、幼少期から中学卒業するまでぐらいの間にいろんな問題を抱えている人が多いんです。でそういう人たちに対する取り組みっていうのはまあ今も続けてるわけですけど、これ全然根本的な解決にならなくて、根本的な解決をしようと思ったらやっぱり子どもの教育からなんだなっていう、で親が変われないとすればその子どもに対する変わるチャンスを僕らが作っていけばいいんだなっていうところで、今僕らの活動は子どもに対する活動がすごくウエイトを占めてきたと思います。あと僕は小学校の頃にあなたは愛されていますって番組があって、それはもう宣教師の先生が出てくる番組なんですけど、それで僕その番組とにかく好きで、あなたは愛されていますって言われることがすごく心地よかったんです。でそれは本当にこうなんていうんですかね、聖書を通して全部通して人間に語られているメッセージですから、僕は子どもたちにあなた愛されてるよというのをひたすら伝えたいし、そこで本当にこう神様の存在、まあ、神様はあなたを愛してますよっていうメッセージを本当にこうどの子にも届けたいなと思ってますね、うん、夜の街中キッチンです。一日の日課を終えたスタッフたちは
一緒に食べる食事を準備します。お祈りします。神様、今日も一日私たちの笑みをお守りくださり感謝します。この豊かな食事をありがとうございます。どうぞ私たちの心と体をあなたが強めてくださいますように。この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。新しく始まった人生の一日一日が常に感謝であるキッチンの人々、一緒に食べる温かい食事が今日も生きていることを感じさせてくれます。夕食を終え宿舎に戻ったキッチンのスタッフたち、今日一日の疲れを共に分かち合う会話と笑いで洗い流します。いや、待って、忘れちゃったんだね。しょうがない、しょうがない持ってきたんだ。共に過ごすことで生きていく力を得ることができる場所、心を分かち合える仲間がいることでもう死のうなどと考えなくて大丈夫な場所、共同体が与えてくれる贈り物でした。いろんなところから人が来るんです。全国各地から来る。そうすると実は自分が生まれ育って自分を 100% こうもうみんなに知られてるっていうような場所じゃなくって、全く自分のことを知らない 100% 知らない人の中でやり直しができるんです。小さな約束を繰り返しながら僕らとの信頼関係が増していけば、それだけここに居心地が良くなるし、裏切りたくない関係ができますし、で裏切りたくない関係ができるっていうのは本当にいいことで、あの人が悲しむからやめとこうって、死にたくなっても、ああ先生がやっぱり悲しむからやめとこうって、そういう関わりでとどめてると思います。死のうと思っていた人たちがもう一度生きる力を得る場所、白浜共同体。そしてこの共同体が命を生かすことができる場所となれる唯一の理由、それは人間的な努力や熱心ではなく、唯一イエス・キリストの福音、その神様の愛です。イエス・キリスト、そのお方の中でだけ誠の命と人生の意味を見つけることができるゆえに、藤阿部牧師はどんな希望のメッセージよりもただ福音を伝えます。まあ、そういう話があった。でもここでまた意見の対立があるんですね。同時にだけど一回失敗したこの子をもう一回チャレンジさせるのは大切なことじゃないかというバルナバの意見もその通りだなと思うんですよ。でもその人生の行き止まり、三段壁でイエス・キリストに出会った人々、命の電話は彼らを誠の命へと導いてくれました。神様は僕ら一人一人のことをこう愛してくださってるじゃないですか。で僕はあまり人と接してこなかったんですよ、今まで。人と話したり、人とまあ遊んだりとか。でもこうここに来てこう先生の元でイエス様のことを教えてもらって、こう聖書を読んだりしてやっぱりこう愛されてるんだなって
すごく感じるようになって、だからイエス様が私らの代わりに罪人の罪をかぶって亡くなってくださったっていう、そういうお話を聞いてすごいなと思いました。それで人のためにこう自分の命を神様に捧げちゃういうか、殺されちゃういうか、すごい経験なさった。それを見たらどうも納得いかない点もあったけども、だん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 分かってきまして、お祈りするのも楽しくなりましたし、このすごい辛い苦しい生活をしてきたの、やっぱりみんなに教えてあげないかなって、この頃はそういうふうに思うようになりました、人生が与えてくれる喜びはそのすべてに限りがあります。富も名誉も関係も喜びも、結局は押し寄せてはすぐに崩れ去る波と同じです。今までずっと900人ぐらいの人と関わりましたけれども、やっぱりこう自分でね、こう死のうと思ってくる人たちが本当にこううちに来るわけで、もう本当に悩みの中でこう自らね命を絶とうとする人たちばかりですので、その人たちに僕が本当に伝えたいのは、この僕らがずっと信じてきているイエス・キリスト、本当にこうイエス様にこそ僕らの命がある、本当の命があるということですね。それを本当にこう信じてもらった時に、彼らには救いがあるし、彼らにはこう希望が出てくると思っています。絶望の壁、死の場所で出会ったイエス・キリスト、三段壁は常に私たちに語りかけます。ただイエス・キリストだけが存在の理由であり、人生の意味であると、ただそのお方だけが私たちを生かす誠の希望であり喜びであると、